あ、ヤバザルです。ではね、こちらの方の課金をしていきたいと思います。たけー、あー、やってしもうた。これでですね、3万と、7000二つなんで、まあ、約4万5000円ぐらいですね。はい、まあ、こっちも買ってんで、まあ、約4万5000円ぐらい課金したことになってしまいましたね。何 ?55 でしょ。ちょっと待って、まず、は?まず、こっちの、これで覚醒できる!あ?あーい、あい。あーい、あい。ちょっと待ってね。ピースが足らへんのやね。ピースがね。なんで、これを、かけら分解して、こいつらもね、もう全然いらないから。で、覚醒すると。おー、はい、4まで来ましたね。素晴らしい。まあ、レオナルド、言いづら。まあ、レオナルドに関しては、まあ、もうだいぶいい感じではあると思うんですよ。あ、ちょっと待って、次は ?120 ね。ラファエロがね、ちょっと今のところ、遅いんですよね。なかなか、やっぱね、そのガチャちゃう、ルーレットだ。ルーレットでね、なかなかね、当たんねえんだわ。まあ、やっていくんですけど、この、いいね。やっぱね、コイン率が高いんだ。これ、ほんと。まあ、5だったら全然いいんですけど、2、3来られちゃうとね、まあ、2来られちゃうとちょっときついですよね、やっぱり。で、あいつも育てたいから、エイプリル。エイプリルちゃんも育てたいんで、まあ、できればね、チーズ、ピザ、いっぱい、あ、でもマイクも来ていただいて全然平気なんですけど、まあ、マイクかね、ピザ、いっぱい来てほしいんですけど、まあ、多分確率的に全然低いんだろうけど。まあ、あとはね、もう一回をね、どんだけ引けるかによってね、ジェム消費量が変わってくるんで、まあ、できればもう一回を連発してほしい。あ、でも結構マイク来るね。いい感じなんじゃない?いや、もうすでにね、4万5千円課金してるんで、普通に赤字なんですよね、今月ね。まあまあ、いいんですけど、よくはないんですけど、いや、ちょっとね、きつい。いや、マジできつい。もう合計4万5千課金してるから、あと6千円2つと、何?あと何?まあ、もうちょっとで、なんかで、6千円2つあって、次ね、3500円だったっけな、忘れちゃったけど。が2つ残ってるのかな。いや、えぐいなーこれなー。全部課金、の全部課金して、ソーセージピザとかがないやつも全部課金したとしても、1600人全然届かないから、やっぱジェム消費っていうか、1600まで行く必要があるのかなっていう感じなんですよね。行く必要がないのであれば、行く気はないんですけど、行かなければいけないのであれば、頑張るしかないんですけど、ただジェムが僕今11万ジェムしかないんで、まさか、このチーズピザでいいかな。このピザのやつ、いいね、もう一回。ピザのやつとかもう一回がね、いっぱい来てくれれば、ジェムそんなに消費しなくてもよくはなるんですけど。いや、でもなんか本当もなんかね、やっぱコメント欄でね、やっぱこの2匹、亀2匹の覚醒がやばいらしいですね、本当に。あと4日か。あと4日でこのイベント終わっちゃうから。まあでもね、この2匹をもう星6、あ、覚醒6まで行っちゃったら、もうよっぽど、残りはね、課金とかせずにもうガンガンいけると思うんですよね。だここでまず先に投資をしとく。ここで一気に。バッと。で、後からまあ貯めてってみたいな感じにしていけばいいんじゃないかなって僕は思ってるんで、まあここはね、本当に、まあ初期投資ですよ。一番金がかかる時ですね。ここを乗り切っちゃえば、あとはもう、いっちゃうからね。よっしゃー、はい、おしまいということで。今こんな感じですね。僕今ね、チーズピザをまあ、がっつりこう、交換してるんですけど、多分こっちもやった方がいいんだよね、インタビューガイドね。まあでも多分僕まだまだ課金するだろうし、まだジェム交換してね、やるとは思うんで、とりあえずチーズピザ、亀2匹最優先っていう感じで僕は今進めてるんで、まあ、とりあえずちょっと、まあ、いける範囲で全部交換していきたいと思います。もうすでに、こっから。これでだいぶね、いけると思うんですよね、これで。これでどうだろう?これでどこまでいける?あ、よし、終わった。はい。じゃあ、ちょっと覚醒まで多分いけると思うんで、覚醒していきます。はい。いいよ。はい。おい!星3まで来たね。意外と来たね。いいんじゃない?いいんじゃない?結構いいんじゃないか、これ。
ただね、僕こいつね、まだ 4じゃないんだよね、これね。さっさと4にしたいんだけどね。こいつはちょっと覚醒コアが8ついるんで、これきついわ。これちょっときついわ。まあ、最悪サバイバーリセット薬使っても2式なんだよな。他は覚醒してないんで、うん。まあ、2個帰ってきて、って感じか。先は長いですね。現在、合計約4万5000いっております。うん。ちょっと待って。あといくら残ってる ?6000 円2つがあったのを覚えてる。6000円2つと、あ、5000円2つか。じゃああと2万2000円以上消えるね。2万2000円。まあ、約3万ぐらい消えちゃうのが、これ2つか。ちゃい。なるほどな。まあ、ここまでいったらね、もう、行くしかないっしょってことでね。はい。ここで、逆に飽きないで中途半端になる方が良くないよね。って言い聞かせてます。僕の心に。頑張ります!というわけでご視聴ありがとうございました。それじゃ